アメリカ海軍航空母艦、CV-11、イントレピッドです。こちらの方は、スケールが、350分の1のモデルになっておりまして、よいしょ、これそうですね、これが上面の、写真、これイラストになってます。そしてここの横にある写真が、この黄色くなってる部分がエッチング部品で再現するところになります。そしてこちらが横の側面の方になりまして、あと艦載機がこういった艦載機がセットしてあります。そしてこの写真がメーカーで組み立て塗装した日本の写真になってまして、でこういったエレベーターの部分を再現したり、こうこのレーダーの部分はエッチングパーツなどを使用して、このように網目がすごく細かくできているようになってます。あとエッチングパーツはこのような4枚入ってまして、あとデカールもついております。そして箱の中の方は、この中身になってまして、まず、一番大きい、船体の、部品になります。でこちらの方は、だいたい78センチくらいの長さがあります。で中側がこのような感じになりまして、でこれが裏の面ですね。こういう感じです。そしてあとこういった部品がありまして、これが横につく、船体の横につくこう武装とかのこうパーツとかそういうのがついてます。でこの辺がエレベーターとかのパーツになると思います。でこういった船体横につく部品などがありまして、でこの辺がスクリューやシャフトなどが入ってたり、船の後ろのところにつく部品が入ってたりします。でこの辺は環境に使うような、部品が入ってます。でこちらが格納庫横の外壁などのパーツが主についてます。こちらも同じく格納庫横の壁の部品が主になります。そしてこの辺のは環境の部分に使う部品などが入ってます。でこちらは、船体横につく部品です。
これが細かな、偽装パーツやスクリューなどが入っています。でこちらは、専用の、線台です。こちらの、部品が格納庫の、床の部品になります。これが2枚、くっつけて使うようになります。そして、飛行甲板の方は1枚の部品になってまして、こう結構こう長い部品です。こっち側が前ですね。こう前になってます。あと、こちらの方が、艦載機の部品になってます。でこれですね。そしてこちらの部品、これはさっきのが2機入ってて、こちらが4機この袋に入ってます。でこちらのヘリコプターも、4機入ってます。でこちらのプロペラ機が、4機ですね。でこちらのジェット機が同じく4機入ってます。でこちらが、環境の部品で、もうこういう、一つの部品でこう打ち抜いてあるものになります。でエッチングの方が、このエッチングが2枚入ってます。そして、こういったエッチング、これ多分エレベーター、ごめんなさい、クレーンとかの甲板のところに立てる支柱の部分ですね。そしてこれがエレベーターの部品や、ごめんなさい、こっちはクレーンですね。クレーンのパーツなどが、入っています。こちらの方がデカールシールになってまして、甲板に貼ったり、あと、艦載機に貼ったりする、デカールが入っています。部品はこれで以上になります。で、こちらの方が、取扱説明書になります。そして、まず開いていきますと、こういった、部品リストから始まります。そして、次のページもまず部品リストになります。で製作の方は、船体の方に、格納庫のこの床の部分をつけるところから始まります。そして、このスクリューシャフトや舵、あと、スクリューなどを取り付けていきます。で船体の横に、こっちが、右側の方になりますけど、こういうちょっと外にこう出っ張るようなパーツをつけていきます。でその次に、船体の後ろのところにつけたり、また同じくこう今度は左横につける部品ですね。そして後ろの方のところにこういう壁のパーツを
取り付けていきます。そしてここで格納庫のあの壁の部分がこのようにくっつけていきます。でこの辺は後ろの、センター後ろの方につける小物になります。で同じくこちらもセンター後ろにつける部品です。でこちらは、船体の、右側に、つけていく、部品になります。で今度は船体の左側の方につけていくこういった細かい部品があります。でここで、船体右側に、つけているのがこの武装がつくところの、床の部分ですね。でこちらが、左側の、やはりこう横に出る部品やあとこう武装をつけるところの部品になります。そしてここが、左右に、つける、エレベーターの組み立てになります。そしてここで、甲板の、裏からエレベーター用の、壁とあとエレベーターの、甲板の部分をつけていきます。そして右側のこのエレベーターとでこちらの方は、足場の部分や、その他の細かい部品をつけていってます。であとこちらの方も、船体横の足場の部品などを取り付けていきます。でこの辺はあの飛行甲板の裏側につくこういったこう支えや小物などがつけていきます。でここも同じく飛行甲板の裏の部分につけていくこう支柱や小物などの取り付けになってます。そしてここが武装の組み立てです。でこちらがクレーンの組み立てです。そしてこの辺はあの甲板の、横の部分につけるような部品がいろいろ取り付けていきます。こちらの方はこういう支柱を立てていったり、横に、まあ、船体の横につける部品やあの甲板の先につけたりする部品ですね。でこの辺で環境の製作になります。こちらも、同じく環境の製作になりましてこういった細かいエッチングパーツなどを取り付けていきます。でこちらも、環境のところにつけるいろいろな細かいレーダーの部品や小物などを取り付けていっています。マストとあとレーダーの組み立てになります。で出来上がった、
マストトレーダーをこのように取り付けていきます。でこちらが出来上がった環境を船体に取り付けていただいて、この船台で飾るようになります。でこちらが艦載機の組み立てになります。この E1B が2台入っています。そしてこの A4 が、4台ですね。でこの EA1F が4台で、この F8 が、4台で、こちらの UH2B が、4台それぞれ組み立てていきます。で組み立てがこれで以上になりまして、こちらがカラーの、指定する位置と、あと、デカールの貼る位置が書いてあります。でここが、デカールを使う種類になるんですけども、あ、ごめんなさい、カラー使う種類になるんですが、ここにはクレオスの水性ホビーカラーとミスターカラー、あとはタミヤのカラーが書いてあります。でこういう、書いてあります。これで以上になります。